僕はフランス人じゃない？それをやめてほしいです。カリビ海から来たフランス人のジョアンです。そうですね。日本で僕はフランス人って言ったらみんな結構びっくりしますねとか信じられないぐらいですね。で、みんなの気持ちわかりますね。フランスの映画とか、みんなが持ってるフランス人のイメージは白人の人とかおしゃれの人とか、でも実際はみんなが持ってるイメージは現実と違います。だからこのビデオの中でフランスの多様性の由来を教えたいと思います。実際は3つの理由があります。まずは海外でフランスの量があります。あとは外国人だってもフランスに生まれた子供はフランス人です。で、3回目は外国人はある条件を守ったらフランス人をなります。だからこの3つの理由でフランス人の中でいろいろなタイプな人がいます。で、それはこのビデオの中で説明したいと思います。一番目のポイントなんですけれども、海外でフランスの寮があります。あそこは住んでる人はフランス人です。その寮は、フランスの寮になる理由は、昔はフランスは探検の時期がありましたね。で、その時はフランス人は船に乗って、いろいろなところに行って、見つけた島とか見つけた寮を征服しました。で、今までそういう寮はフランスの寮にております。あそこはみんなフランス語を話しています。で、やっぱりフランスのところにみんなの文化は少し違うんですけれども、最終的にその寮でも言語でフランスの文化も広がっています。その寮はカリブ海、平和、アフリカのところでもあります。例えば、ラ・グアドループ、ラ・ギュイアン、ラ・マルティニック、マヨット、ラ・ヌーヴェル・カレドニー、La Polynésie, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et Antarctiques, et Wallis et Futuna. Gokewa, Juni, France no Yoga, Animas. だからその人たちはフランス人っぽいじゃないです。肌の色とか見た目でもみんな違います。でもみんなフランス人です。で、ジョアンはそういう寮から来ましたね。2番目のポイントなんですけれども、2人の両親が外国人だとしても、その子供はフランスで生まれたらフランス人です。まあ、条件があるんですけれども、その子供は5年間ずっとフランスに住んだら、18歳の時にフランスの国籍が欲しいって言ったらフランス人になれます。ということで、そういう場合は多いですね。外国人がフランスに来て、必死に働いて、で、あとは子供が生まれたら、その子供はフランス人になります。どんどんフランスの人口が変わっています。それはいいことか悪いことは、このビデオはそういう話じゃないんですけれども、ただ、どんなふうにフランスの人口が変わっていますとか、なんでフランスで多様性がありますかを説明します。3番目のポイントなんですけれども、l'acquisition de la nationalité française。この場合は、外国人だったら、何年からフランスで働くいたら、そしてフランス語も話せたらフランスの国籍が欲しいって言ったらフランス人になります。あとは国際の結婚の場合は、例えば男はフランス人だったらで、女の人は日本人だったら、でも何年間から一緒にフランスで住んで働いて、日本人の奥さんはフランス人の国籍を聞いてフランス人になることがあります。あとは義姉の場合は、やっぱりそういう子供は他の国から来てるんですけど、その子供はフランスで育っていたら18歳の時にフランス人になるか決めることができます。で、やっぱりフランス以外にアラブの国とかアフリカの国とかフランス語を話している国は多いですから、みんなはフランスで働いたいなと思ったらフランスに来て頑張る人もいます。ということで、日本みたいにフランスの人口は本当に違うですから、ジョアンみたいな人とか、多分アラブっぽいとか、アフリカっぽいとか、外国人っぽいな人はフランス人でいることがありえますので、ぜひぜひみんな、本当にフランス人かを聞くときに注意しましょう。人の気持ちを傷つけないようにしましょう。このビデオを少しでも勉強になったら、ぜひぜひコメントの中で知らせてください。それは、あ、bientôt!